ちなみにつくみに行って、はい、軟式から硬式に変わるじゃない、うんうんうん、俺それちょっと知りたいんだけど、どんな感じなの。俺らは荒木さんはもう中学リトルが硬式だから。そう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 ね、ずっと硬式なの。逆に軟式を投げたことない。小学校は小学校ではリトル行ってたから、小学校で学校でみんなで遊ぶときは軟式なんだけど、うんうん、要はだからユニフォームを着てどっかのチームに入るっていうのはリトルリーグだから、うんうん、もう公式なんだ。全部公式なんだ。そう、だから逆に軟式のこう潰れるじゃん、打ったら、はいはい、カチンってなった時に、うんうん、円盤みたいな、うんうん、あれが怖いの。公式はないから、うんうんうん、そういう感じでリトルシニアで高校って入ってきたから、うん、軟式違和感はないわけ。そうやってだけど軟式の人って高校入っていきなり硬式になるわけじゃん、うんうん、あの 重い感じになるわけでしょ、うん、でバットにしても重いでしょ、うんうん、だからその感覚ってどうなの。いや僕は全く違和感なかったですね。っていうかむしろ投げやすかったです、うん、ああそう、重いし、うん、で、うん、あのこう肌触りっていうかさ、指触りというか、うん、すごくいいじゃないですか硬式の方が、うん、でまあ慣れるのにやっぱりね、中学終わってその部活は引退して高校入るときにずっとも高校あの高級持ってやってましたけど、俺いいなとかっていう感じだったですね。でもやっぱ当時は重いから肩壊すとか肘壊すとかっていう、うん、そういう先入観とかなんかそういう概念がなんかあったんですよね、うん、なので周りからも言われてたし、うん、どうなんだろうって思ったけど別にそんな言うほどでもなかったですね。最初はベンチっていうかゲームで投げるようになったのは何年生から。高校ですか。高校は1年からです。1年からもうエースカップで。いやいや3年2年って言いましたからね、うん、まあそこまではないですけど18番つけて入ってたんですよ1年の夏。年夏はい、うん、夏でも試合では投げてたんで、ね、試合練習試合とか、はい、で公式戦は投げてないの。公式戦もだから大分県大会は投げました。投げたんだ1年生。どうだったその時。よかったです。めっちゃよかったです。早くてボールも結構早かった。ボールがめっちゃ良かったんですよ、うん、そうか。1年生の時は結構早かったの。早かったみたいですね。まあ多分ケンジロなんかの時っていうのはスピードガンとかで結構出たりする時代。ないです。まだない時代。大体ですよ。大体出る時代、うん、僕はだからあのバックスクリーンには出ない、うん、ただ裏では誰か測ってるから人伝えで誰か聞くみたいな。もう40ぐらい出てたのと思いますよ。ああそう、はい、ああそりゃすごいなと思います。おそらくだってあの時に忘れもしない大分工業っていうところなんですけど、うん、あの内川誠司の父ちゃんの監督さんに相手は3年生ですよ、うん、僕1年生ですよ、うん、でも3年生が打てなかったんですからね。ああそう、うん、それはでも40超えたりなんかしたらしたと思いますよ。そうだよな、はい、で球種は何があったの。まっすぐカープだけです。だけで、はい、そりゃすごいな。でもな、うん、まあそうですね多分すごいと思いますって言っときますもう体はない結構できてたっていうか、まあ当時遅かったからだけど、はいはいはい、背もあって、ね、背もそんなもんか。背もそんなもん今とあんま変わんない。変わんないんだ、はい、へえ、すげえ。ただ体重は多分60キロ台ですね。 60? うん、60多分背が何もう75、80ぐらいで81ぐらいあって、うん、体重がもう69とか、はい、ちょっとそれは遅いね。でもね、いやね、高校の時って厳しいんですよ、いろいろが。そうね、あの私立と違ってご飯もね、まあその贅沢なものは出ないし、つくみっていうのは寮、はい、あ全寮じゃないですよ。あの県立なんである程度遠いところは遠い人は寮に住んでくださいっていう。で健次郎は通いのが寮なんです。寮、はい、寮か。あ、そっか、裏切って言ったんだもんね。裏切ってないからそうだ、いや、そうですね。寮なんですよ。で、寮だとさ、どうなの1年生から入って。大変ですよ、寮生は。そうもう、先輩の世話はそうじゃないですか、はい、先輩の世話もね、しないといけない、もちろん。先輩の世話ってさ、俺はだから寮生活してないんだよ。あ、そっか、わかんないんだよ。ああ何にするの。洗濯物とかでしょ、うん、ね、ご飯の配膳とかもあるでしょ。うん、それはなんかおばちゃんかなんかいいんじゃないの。いや、一応あの給食じゃない、あの夕食当番がいるんですよ、うん、2人ね、1年生が、うん、で上級生が帰ってくるまであの床ですよ。床っていうか板ですよ。そこに正座してずっと待ってます。ああそう。でもさ、
1年生から投げてたわけでしょ。関係ないです。それ関係ない、全然関係ないですよ。そんなでも練習あるじゃん。ありますよ、ありますけど関係ないです。練習は終わったらじゃあ行くみたいな。そうです。あ、そう。いやだから寮生は大変ですよ練習は遅くまでやるでしょ、うん、でもう先輩の荷物がもう持って、自分のも持って、だから2人分持って走って帰るわけです、寮まで。で走って帰ったら水も飲めないじゃないですか、僕らはね。で寮に帰ってもう蛇口ひねってもう、うわーってとりあえず飲んで、で先輩帰ってくるまでもう着替え正座してこうやって待ってくるんです。めんどくさいな。いや昭和ですからもうそれが当たり前の時代でしたよ。めんどくさいな。だから俺はだから寮じゃなくてよかったなと思ってさ、その多分当日の場合ってあんまりなかったのかもしれないけど、あっても寮であってもね、うん、夜間練習とかもあるの？あります、もちろん。何やるのピッチャーって？シャドウですかね。あと、うん、シャドウもそうだし、なんかまあ高校の時ぐらいまではまだみんなほらバッティングもあるし、うん、なんかスイングとかしたりとか。それはピッチャーになりますね。ピッチャーももう何、あとそこもだから先輩の目が光ってるわけですよ。なんかこう特別な決まりとかあるの？その配膳するとか、それ座って待ってるとか以外は。あとは寮に公衆電話を置いてるんです1個、うん、でそれが3回鳴り終わるまでに取らなきゃいけないんですそうじゃあね、そこで待ってるんですか？いや待ってないんです、部屋にはいるんです。部屋にいるトリーンってなった瞬間にドンドンって誰かが誰か開けてドーッって棒ダッシュするんです。そんなのさ絶対無理じゃん。いやそれは無理じゃないんですよ、それが。ああそういけるんです。で4回やったら、ああ1年集合って言われるんです。もうそういう決まりがありました、まあ、あの先輩もさわざと電話するやついるんじゃないの。ああ嫌かなって、こうやって今電話したら出られねえんじゃねえみたいな。いたかもしんない。でもそういうのね、いたかもしんないですね。わざわざいない時に電話かけて、おいお前1年お前4回やったらしいじゃねえかとかって言われる可能性はあったかもしんないですよ。いやだな。でもいやそんなのまあって当たり前ですよ、僕ら。ほんとにミーティングとかはあるの？ミーティングはないです。いやだからそれ集まってこう説教じゃないけど。あもうそれはもう、それはもう上級生の機嫌次第ですよ。機嫌次第。はい。うわーやだな、やっぱり寮じゃなくてよかったんだな。だからそう、いや大変ですよ寮は。僕らだからグラウンドでそうやって先輩にお叱りを受け。そうですな。寮は寮のしきたりがあるから、それでまたお叱りを受け。だからそれがじゃあ要は1年生の夏が終わるぐらいまで続くわけじゃん、はい、解除されるのは3年生が卒業した後になると解除されるの。あでも次が入ってくるまでか、1年生。そうです。次は自分たちの下がだから4月ぐらいに入ってくるじゃないですか。入ってきたらその時点で今までのがそっちで降りるわけですよ。解除されるんだね、はい、何もなくなるの2年生ぐらいになる。いやいや2年は2年でいろいろ上からが言われるんでありますよ。まだあるの？まだあります。2年になると何か変わったことってのは起きるの？変わったこと？変わったあのしきたりみたいなのはあるの？月人1年生とはちょっと違うとか、月人がつかなくなる、あ月人がつくようになるとかじゃなかったかな。いや誰かがついてくれるの、はい、じゃあもう上の人の言葉だからそんなには。そうですね、下のやつに全部選択とか。だから洗濯も昔だからね、こう二層式のが2台あるだけですよ。それを何十人かで回すわけですよ。もう大変なんですよ。そうか、健次郎たちの年代だとまだ二層式って分かるんだ。分かります、分かります。あれ脱水のやつこうやって回すのがあった？こうやってこれ2つこうやってぐるぐる回ってる。いやいやそれはない、それはない。いやそれさ今急に思い出したんだけど、えその時代、さすがもう還暦にもなるとね。それさ、いやそれがヤクルト時代の浜松のキャンプの時に、浜松でキャンプやった時に時期があったのよ、うん、地下の駐車場でその洗濯機が何台か置いてあったのよ、うん、要は一番下の要は俺らの年代が何人かで交代で、うん、そこでこう二層式のやつやるんだけど、あれは二層式って言わないのかな、二層になってて、うん、横にあ二層式じゃないのもあるんだ、うん、そして一台それが違うのがあって一台回すやつがあったのよ。それなんかボロボロの見たことはあるんですよ、あの昭和こんなありましたよねみたいな。なんか俺それ使ったことあるもん脱水機脱水機って言わないんだ。脱水機でしょ、だから、まあ、脱水機手でこうやって回すんでしょ。だから
脱水機とは言わないのかもしれないけど、脱水機ですよ、一応機械だから。そうだから一応そういうのもまだ残ってて、ちょっとなんかそれを急に思い出したんだけど、すげえ、いや二層式知ってるっていうからなんか嬉しくてさ。二層式はだってね、まあ、こっちとこっちとこうやって出してもう一回入れてやるんだろ。そう、それは俺もプロになってから、だって俺らの時代はさ、まあ、ヤクルト時代もおっしゃあれなんだけど、プロに入ってからもう先輩の洗濯とかさせられてたから。え、そうなんですか、うん、最初の頃は、寮の方で。誰ですか、お付きは。いや、お付きはない。ない。うん、ただ時々渡されて、これ今日は洗っといてとか。あ、小原さんとかにもなんか洗ったことあるから。じゃあ嫌ですって言えないですもんね。言えないよ、ずっとお世話になってるんだ小原さんだと。それ怖いとかそういうんじゃなくてさ、もうプロに入ったぐらいになるとお世話になってるとか、食事連れてってもらってるとか、なんかそういう恩だよね。だからそれぐらいはいいかなみたいな。いじめられてとかそうじゃなくて、いじめられたからやっとかめんどくさいなってことじゃなくて、だそれは違う。あのちょっと感覚が変わってくるんで、高校時代のその寮の生活とか、俺らはちょっと違うけど、ただたまたまそういう、あのそういうのがあったって思い出したんだけど、いや寮はってやっぱ大変なんだなと思って。いや大変ですよね。ホラさんちなみに怖かったですか。怖くない。全然怖くない。ホラさんなんかあんま喋んないじゃないですか。いや喋るよ。いや、うん、あもう年がだからそうなんだよ。そうだから僕らもう入っていた時は、荒木さんもそうだけど、小原さんとかもね、やっぱりエース格で、高野さんもそうですけど、もうだって年もめちゃくちゃ離れてるし、まあこっちは18、19ですよ。だから喋れない。それは喋れないよ。それはだって俺の、7個上だから、うん、だからもう俺健次郎とだから、その小原さんとかだったらもう13とか違うわけでしょ。そうでしょ。だから俺と八重さんみたいな、だから隣行ってコーヒーをやってるぐらいのそれぐらいの年齢差だから、それはちょっとなかなか無理だよ。しゃべれないっすもん。やっぱ怖かったっすもん、小原さん。もう小原さんはいいよ、だからヤクルトはいいからさ